皆様、こんにちはのはなのだ。今日も実に楽しいお稽古でした。子供たちはとっても楽しいこと、自分の話を聞いてくれる人のことはみんな聞こうとしてくれるものですね。良い子の皆さん、楽しいことが一番ですね。楽しいなぞなぞ、いつも子供たちは先生にこんなのできたよ、こんなの見てね、いろんなことを話してくれます。誰でも頑張りすぎずにできることを楽しむ気持ちが一番ですね。少しずつ目標を決めて楽しむ気持ちが一番ですね。今日も楽しい丸パツクイズやなぞなぞ、だるまさんが転んだ、子どもたちはいつもそう楽しいことを期待してくれています。リンが3個で三輪車。いろんな乗り物があるように、子どもにもいろんな個性や能力がありますね。とっても楽しい、楽しいな、好きなことをやる幸せ、楽しめることが一番ですね。今日も先生大活躍だぞ。みんな大好きカスタネットやお鈴、いろんなリズムを経験することも幼児期の導入には楽しいことですね。毎日頑張らなくてもいいんですよ。楽しむ気持ち、音楽を楽しむ、リズム遊びや音遊び、シールを貼ってみたり、ドリミの音符玉に色塗りしてみる、小さなことをコツコツと継続しながらやってみましょうね。いつも先生が頑張っていることを子どもたちはよく知ってくれています。いつも先生、今度この次はこのシール貼ろうね、次はこの曲、いつも楽しいことを話してくれます。それでは今日も子どもたちに人気の手のひらを太陽にを弾いてみますね。いろんなギロや音符カードを使って子どものテキスト、やる気を引き出す。タンタンタン、リズムカードに言葉をつけてみたり、楽しむことが一番ですね。楽しい、楽しい、それが音楽の基本です。自由に子どもの好きな曲を自由に弾かせてあげることも音楽の楽しみの一つですね。それでは隆さん、みんなおなじみアンパンマンの作詞生みの親ですね、柳瀬隆さんの有名な曲でもあります。
みんな大好きアニメソングや童謡を楽しむ気持ちが一番ですね。先生いつも面白いことやってくれるから、子どもたちはあんな曲弾いて、だるまさんが転んだやってみて、いろんなことを楽しむ気持ちが幼児期の導入には大切なことですね。良い子の皆さん、先生とっても今日も嬉しいですね。楽しいですね。また来週いろんな楽しいお話を聞かせてくださいね。なのだ。今日も楽しいお稽古でしたのだ。みんな大好き音符カードに言葉をつけてみたり、生徒さんや保護者の方とのコミュニケーションも大切にする、楽しむことが音楽の基本ですね。単調な曲には面白い歌詞をつけてみることも一番ですね。子どもたちは実に自由な感性でいろんなことをやってくれます。それではまた後ほど、バイバイキン、はひひひほー。